折り返し、ダイポールアンテナ折り返しダイポールアンテナの、エレメント折り返しダイポールアンテナは、無線通信用のアンテナの一種である。英語名称そのまま、ホールデッドダイポールアンテナと呼ばれることが多い。全長が1、2波長のダイポールアンテナと平行に、もう1本の導線を設け、それぞれ両端を接続した構造である。中波から超短波において単独で、用いられるほか、 ヤギ、ウタアンテナの副写機として用いられることが多い。直流ではショート状態となるため、静電気や誘導が乱れによる無線機の破損を防ぐことができる。全長が1、2波長の場合、自己平行作用があり、不平行給電可能である。インピーダンスはダイポールアンテナの4倍、約293オームとなる。通常の同軸ケーブルで給電する場合には、 インピーダンス変換、平行不平行変換器を設ける。インピーダンスが300オームの平行フィーダー線であれば、そのまま給電できる。ダイポールアンテナと比較して、折り返したエレメントと本来のダイポールアンテナ部の平行間隔など、設計の自由度が高いので、指向性や周波数帯域をある程度調整できる。ループアンテナは、折り返し、ダイポールアンテナのエレメントを円形に。 進展変形したものとみなすこともできる。家庭で用いられる代表的な製品としては、FM ラジオの受信用に平行フィーダー線で作られたものや、テレビ受信用の室内アンテナとして2本の U 字型エレメントの中心角を変えられるものがある。発展型として、2本よりさらに多い数の折り返しを設けたものや、2本のエレメントの太さの比を変えて、 インピーダンスを変えたものもある。また、グランドプレーンアンテナのエレメントを折り返したものや、ダイポールアンテナの片側エレメントのみ折り返し、バランなしで同軸ケーブルに直接接続したものなど、様々な発展型が存在する。特に GP アンテナに適用したものは、1 5 0ヘルツ帯または4 0 0ヘルツ帯の業務無線局の基地局用アンテナとして、広く普及している。 ありがとうございます。